今週の知っとく週刊コサイラインナップはこちら。コサイコープレゼンツ、コサイ元気プロジェクト。僕たちがお店を取材することでコサイの魅力を発信していこうというコーナーです。はい、皆さんこんにちは、私はコサイ高校の原田と申します。今回私が今何をしているのかというと、こちらをどうぞ。そうなんです、私は今足湯に使っているんですよ。で、この足湯から見えるこの景色をご覧ください。素晴らしい景色ですよね。で、私が今来ているこの場所は道の駅塩見坂です。今回はこの道の駅塩見坂の魅力を私ともう一人リポーターがいるので、その人と一緒に伝えられたらなと思います。では次の場面に行ってみましょう。こんにちは、コサイ高校の藤森です。今回はレストランに来ております。一番人気メニューであるこの生海苔しらす丼のハーフ&ハーフ、こちらを食べていきたいと思います。いただきます。美味しいです。取れたての生しらすのふわふわ感とご飯が絶妙にマッチしていて、とてもいい塩加減でいいと思います。浜名湖で取れたアワビに塩加減がとても絶妙的で、とてもご飯とは言います。生海苔自体の味もすごくあるんですよね。で、しかも浜名湖で取れたアゴ海苔なんで、取れたてです。もう新鮮そのもの。少しのしらすの塩気と生海苔の甘さも絶妙にあります。ああ、いいですね、これ最高です。はい、私は今、塩見坂の直売所に来ているんですけれど、今からその直売所にある野菜などなどを少し紹介できたらと思います。で、この直売所にある、これを見てください。この野菜だったり、果物だったり、これはそのほとんどが湖西市で採れたものとなっております。そしてここに生産者の方の名前書いてあるんですけれども、ここにはそのいろんな生産者の方が、湖西の生産者の方がここに持ってきてくれるんですよ。それも朝の7時だったり6時半という早朝に。なのでこれはほぼ取れたてです。それが今ここに並んでるわけなので、すごく鮮度もいいし味もいいんですよ。この浜名湖の生海苔、これは先ほどあのしらす丼ずっと生海苔で食べたあの海苔を料理長が味付けして出してくれているんですよ。なんで海苔自体の味はとても強いので、これどうぞぜひ買ってみてください。美味しいです。ここは椎茸を栽培している椎茸ハウスです。ここでは塩見坂の直売所で並ぶ椎茸を栽培しています。このように温度計や湿度計で、温度管理、湿度管理もされています。ここで栽培された椎茸は成長するとこんな感じに立派に成長して、これが収穫されて直売所に並びます。今日塩見坂に一日取材させていただいたんですけれど、私の感想としては非常にいい道の駅だと思いました。産地直送で湖西市のものばっかりなので安く買えるんですよね。で、しかも物もたくさん入っているの で、あとは やはり私は食事、生海苔しらす丼がものすごく美味しかったんですよ。皆さんぜひ一度来て食べてみてください。で、まさきさんはどう思いました？今回初めて知った魅力、塩見坂の魅力なのを湖西市民として再体験できて本当に良かったと思いました。また来てみたいですね。そうですね。では今日はこの辺で終わりますか。はい、終わりますか。それではバイバイ。Thank you.
で、ヒーローズでは豊かに生きる心の基礎を育てるということで毎日の保育をお勧めさせていただいております。子どもたちが自分で自ら遊びを選んでいく、そういう環境づくりに心がけて、子どもたちが好きなように遊べるようにしております。早い子で7時ぐらいから登園はするんですけれども、最初は幼児も乳児もみんな一緒に過ごせて、だいたい8時半ぐらいから各クラスに分かれて保育をしますが、10時ぐらいからは異年齢で交流したりして過ごしています。完全な自園調理をさせていただいております。地元の食材を生かした調理をしてくれていて、離乳食からアレルギー食までお子様一人一人に対応しております。おやつもすべて手作りで提供しておりますので、その辺もご安心いただけます。で、明るさを取り入れたいということで、吹き抜けがあります。天井が高いので子どもたちも開放感があっていいかなと思います。あと私の自慢なのはこの長い廊下です。この長い廊下、雨の日でも三輪車で遊んだりとか、小さい子たちは赤ちゃんたちはコンビカーに乗ったりとか廊下で遊べます。もう廊下でハイハイ競争とかもやっております。ヒーローズ湖西保育園の保育士は一人一人のお子様と向き合って触れ合うことを大切にしています。とってもアットホームな雰囲気の保育園にしたいと私は思っております。ぜひ4月からの入園よろしくお願いします。お待ちしております。水下舞です。勉強頑張りたいです。算数。算数ってどんな問題があるか知ってる？うん。どんなの？ 2+2 とかさ、4とかさ、当てれるの。1+1 は2。お、すごいじゃん。もうどこで勉強したよ？え、勉強してないよ。え、分かっちゃう？簡単？簡単。そうか。3+4 は？1。おお、すごいじゃん。じゃああれだね、小学校上がっても勉強すぐできそうだね。うん。おお、いいね、頑張ってね。宮川大和です。おお、大きいね。いいね、元気だね。ドッジボールを2倍まで強くなりたいです。ドッジボール2倍？ドッジボールやってるの、いつも？うん。どこでやってるの？保育園で。アシランで一番いいのは。あ、そうなんだ。まあいつも俺はね、お腹とか狙っている。あ、そうなんだ。ドッジボール楽しい。うん。受けるとことかさ、投げるとことかさ、あれ当てるとことかね、いろいろあるもんね。走り回ったりもするしね。うん。何人ぐらい倒したい？うん、全員。全員？うん。ドッジボールで全員倒すぞ。シオンです。シオンくん。土屋シオン。シオンくんね。剣道頑張りたいです。剣道楽しい？本当はどんなところが楽しいですか？面ってやるとこが楽しい。面、そっか。ね、先生のね、剣道の先生のね、話聞いてやってる。あ、そうなんだ。こう剣道強くなるぞ。オッケー、ありがとうね。辻山東です。ドッジボールを頑張ります。お、多分でも小学生になったらね、ジャイカー取れる。当てれる。うん、けど俺ね、なんかね、強い、慣れるのた強いた、男の子当てたから。おお、当てた。うん、違うね、すぐ当たった。ほんと？そうか、じゃあまたあれだね、これからもっと練習して当てられるといいね。はい、ありがとうね。はい、バイバイ。はい、バイバイ。宮永あかりです。あかりちゃん、ドッジボール頑張りたいです。いっぱいね、他の子もね、ドッジボール頑張りたい子いっぱいいたんだけど、ドッジボールは好きですか？好きです。どういうところが好きですか？投げるところかな。あ、結構当てれる？
強い人とかは当てれません。あ、取られちゃうんだ。うん、そっか。取られて当てることもある。誰が強いの？ヤマト君。やっぱヤマト君強いんだ。サッカーやってるからさ。あ、そうなんだ。自分はなんかこれが得意とかってあったんですよね。運転。運転？うん。あ、運転？運転得意なんだ。得意だよ。あ、そうなんだ。じゃあ運動結構好きなんだ。うん。辻浦瑛太です。瑛太くん。サッカーを頑張りたいです。サッカーは今どれぐらいやってるの？ちょっとぐらいやってる。ちょっとぐらい？あ、そっか。どういう練習してるの、いつも？家でやってる。家で？誰と？パパと。パパはサッカー上手なの？パパどんなのができるの？サッカーさ、足に乗っけてさ、こうやってポンポンやるやつ。リフティング？できるんだ。何回ぐらいできるの、お父さん？10回。すごいじゃん。何回できるようになりたい？10回。お父さんと一緒。頑張ってね。ありがとう。西崎美玲です。セーラームーン。セーラームーンになりたい。セーラームーン好きなんだ。うん。なんでセーラームーン知ってるの？あのね、ママとね、時々ゲオに行ってね、借りるから。セーラームーン。じゃあママも好きなんだ。うん。でもマーキュリーも好きだよ。あ、マーキュリーも好き。そうなんだ。セーラームーンのどんなところが好き？髪縛ってるとこ。セーラームーンになれるかな。ねえ、セーラームーンってどうやったらなれるのかね。わかんない。ルナがさ、貸してくれたブローチだからさ。ルナ？ルナって猫。ルナが貸してくれた変身道具。そうなんだ。じゃあルナに会えばいいんだ。ルナちゃんどこにいるかな。わかんない。わかんないね。探す探してみる。ルナちゃん、じゃあセーラームーンになれるように頑張ってください。はい、はい、ありがとうね。ありがとう。今週の知っとく週刊コサイ、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。